Welcome to K-Boys Water University。 ナビゲートドットプッシュって書いて、このマテリアルページルートのネクストページに遷移するっていう、この簡単な初心者おすすめの方法で、今度は次の画面に値を渡すという方法をやってみましょう。ちょっとレベル上がりますよ、ここで。はい、なのでまあここまで初心者の方はね、できてれば十分ですが、ちょっとワンランク上と思っていただいていいと思います。はい、じゃあ、次へ押した時に今回やりたいことは、戻るっていうテキストの上に、なんかじゃあ文字テキストもう一個置いて、この前の画面から何か値を渡してここに表示するっていうやつやってみましょう。はい、ちょっとここからプログラミングっぽさがね出てくるかなと思うんですけども、例えばじゃあもう先にねやっちゃいましょう。ここに、なんかネクストページのここの括弧の間に警棒1って入れたら、次のページで警棒1って出るようにしたいということで、まだねエラー出てるんですけども、そういうふうにしていきましょう。じゃあ今度これネクストページ飛びますね。コマンドをしながらネクストページクリックするとネクストページ飛びます。はい、飛びましたね。でこのネクストページのイニシャライズするときに、イニシャライズってこの作るときね、こうやって括弧してテキストの名前をね渡せるようにしましょうということで、もうねちょっといきなりねレベルアップするかもしれないんですけど、まあファイナルストリングネームと打ちます、ここに。そうするとね、ネームっていう、まあ僕の名前をね入れるためのね箱がねここにできました。これ変数と言いますね。また細かいねダートのことはね後々紹介するんで、今回はねちょっとついてきてください。ということで、ネクスト、今度はここに前の画面から値を渡すために、ネクストページカッコ、これねセミコロンってやって、ここに this name ってやってください。このここに、これでいいです。これで OK。 今付け足したのはこの2つ、ネクストページ this name ファイナルストリング name ということで、今こうすることでここのエラーが消えました。ほら消えたじゃないですか。これでネクストページを作るときに、絶対なんかネームをね入れるルールになったんですよ。これを書くことで、ここに宣言することで、他の画面からこのネクストページに行くときに、あ、この括弧の中にネーム入れてくださいねっていうルールになりました。はい、でここに、まあ、まだ何も起きないんでちょっと押してみるんですけど、何も起こんないんですけど、これで次へ押してここネクストページ行った時に、 K-Boy ってネームがここに入ったんですよ、これで。でこの入った名前を今度はここに表示すればいいんですよね。はい、ちょっとプログラミングっぽくなったと思いませんか。じゃあ今度は前勉強した、ローってやつを使ってみたいと思いますので、このチャイルドのところちょっとアップしますね。はい、ここにオプションエンターをして、ローじゃないカラムにしよう、カラムにして、カラムをで囲むと、こうすることでこのセンターウィジェットをカラムで囲みましたが、このねセンターウィジェットの上にテキストを置いて、ここの中にネームってやつ書きましょう。そしたらここのネーム参照するんで、保存しますね。あ、上行きちゃった。まあいいや、ちょっとめんどくさいから上に置いときますね。あ、センターにするか、やっぱ、ここに、これやってもやんなくてもいいですけど、メインアクシスアライメントドットセンター、あ、これ OK、 これ真ん中来たね。はい、 K-Boy ってここに来ましたね、来ました。これネームに入ってるやつがここに表示されてますんで、はい、ちょっとついでに、ちょっとああいいか、やっぱいいやはい、前の画面来て、はい、次を押すと K-Boy が入ると。で K-Boy じゃないの入れたかったら、ここに前の画面ね、メインダート来ましたけど、ネクストページのここに、なんか、まあ、林さんとかね。はい。押して、保存して、ここ押すと、林さんと出るわけで。まあね、あとね、ここね、ちょっとね、ジーコさんとかね、書いてから、もう一回戻って押すと、ここに出てると。感じで、前の画面から次の画面に値を渡すときは、ここに渡せるようにね、渡すためのね、括弧を作ってあげて、ネームに一旦入れて、それをここに入れることでテキストがここに表示されるという風なのができました。はい、いいですね。はい、いい感じですか。で今日最後に
もう一個だけやります。もう一個だけ最後に、今前の画面から次の画面に値を渡したんです、次の画面から前の画面に値を戻してあげるってやつ最後にやって終わりましょう。このやり方は結構ね、なんかSwiftとかねやったことあってもね、フラッター独特な感じするんでちょっとね覚えてほしいんですけど、メインドットダートに戻ってきましたと。でここのナビゲーター.push ってこう書いたんですけど、これ実はこういう感じでね、ファイナルドリザルトイコールナビゲータープッシュっていう風にすることができて、でじゃあ一回プリン、一旦プリントでいいか、プリントしてこのねリザルトねやるとうまくいくと、プリントするとこのコンソールに出てくるんで、ここね、アップで、あ、できたできた、出てくるんで、こういう感じで書くんですよ。今付け足したのはこれです。これナビゲータートップッシュの前にファイナルリザルトをつけましたね。これこういう風になりました。これでなんかナビゲーター.push した画面の先から戻ってきた時にリザルトに値が入ってくるんですよ。どうやってやるかというと、 next ページでポップする時にここに値入れるとあそこに入ってくるんですよ、リザルトのとこに。ここに kboy さんって、 kboy さんかっこいいと入れたとするじゃないですか。でもう一回ね保存して、次へ押すと、で戻ったら多分プリントのとこに K ボーイさんかっこいいが出ます。見ますか、いきますよ。出ません、出ませんね、出ると思ったのに。もしかしたらここがアシンクアウェイトかもしれません。ちょっとやってみましょう。お、出た、出ました、出ました出ました出ました、すいませんね、ちょっとアシンクアウェイトがいきなり登場しちゃったんですけど、これとこれを順番に実行するために、あ、やべ、ちょっとこのオンプレスドのこのカッコとここの間にアシンクって入れて、このナビゲーターとプッシュの前にアウェイトっていうのをねちょっと入れさせていただきました。これって時間かかる作業なんで、一旦次の画面、ネクストページ行ったら、この次のプリント実行されずにここで止まるんですよ。このアシンクアウェイトっていうのを使うと。バーって最後まで、その画面遷移した瞬間に、ここまで通っちゃわないで、ここで一旦止めてくれて、戻ってきた瞬間に次のコードが実行されるようになるんで。なので、次へ押した瞬間に、こっからここが、これが実行されて、戻る押したら、これが終わってこのリザルトがここに入ってきてここが実行されるって感じですね。戻るをしますよ。あ、ケイボーさんかっこいいと、かっこいいじゃないですか。まあこれをね、例えば画面に表示したりもできます。ちょっとやってみますか。画面に表示するためには一旦ここに、あ、どうしようかな、ここにテキストっていうやつをちょっと作りますね。ストリング、まあ箱を作るんですけど、変数ですね。テキストってやつ作って、でこれをねテキストリザルトにこう入れて、どこに色入れようかな、この次へのところじゃなくて、どこにしよう、次へのところでいいか、ここでいいや、これちょっとここに次へって最初入れとこう。はい、ちょっとこう最後ね、これ最後で、これ応用編なんですけど、このテキストに次へってこうメインドットだと入れといて、今保存しとくと、まあここは次へなんですけど、ここねレイズドボタンのテキストが、まあここに入ってる次へになると。だけど、今ねこのリザルトに入ってきたやつをこのテキストに突っ込んで、更新されると、ここが変わりますというところで、ちょっとやってみますか。次へ押して戻ると、お、K ボーイさんかっこいいなったじゃないですか。見てくださいよ、見てくださいよ。ネクストページね、まあここは例えばね、何してもジーコさんかっこいいとかにしますか。ジーコさんかっこいいにして、じゃあ今度押して戻ってくると、おそらくジーコさんかっこいいという形でね、こんな感じでいろんなことがねできるようになってくるんで、まあ今回ちょっと盛りだくさんに紹介しましたけど、初心者の方に覚えてほしいやつはもう1個、まあ2個かな、2個だけですかね。ここだ、ナビゲートトゥアニュースクリーン&バックのこれだけ。
これだけナビゲートドットプッシュで、ここに次の画面のクラスを書くというところと、ナビゲートドットポップってやつをやると元に戻れるってやつですね。まあ、あのネクストページのね、次の画面の作り方とかもね、今回紹介したんですけど、あのこれをやっていけばもうね、アプリ開発はバンバン進めていけるんじゃないかなと。もうあとアイディアがあったら、あのデータとかはサーバーとかはまだないけど、画面自体はどんどん作っていけるんで、まあ初心者の方でもここまでの知識だけでどん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 アプリ作ってはいけるんで、ぜひぜひやってみてください。ということで、今回のフラッター大学終わりたいと思いますと、オンラインサロンの方では、まあ、この辺のね、分かんなかったらいろいろサポートしていきますので、入ってる方はぜひね、どんどん質問していってください。はい、まだ入ってないけどちょっと気になるなっていう方はね、6月ぐらいの追加募集を待っていてください。はい、日々ね、僕もいろいろなんかオンラインサロンの様子とか見ながら考えて、どうなったら良くなるんだろうと考えてちょっと改善してるんで、また6月からね、さらにパワーアップした形でね、オンラインサロンやっていけると思いますので、ぜひぜひ期待していてください。ということで終わります。 See you next time. This is K-Boys Rutter University. Bye.